戦前とは、ある戦争が始まる前の時代。大義語は戦後。戦争勃発前の平和な期間を指す語や概念。戦前という語は、特定の戦争が勃発する前の期間を指すが、特に両世界大戦の前を指すことが多い。とりわけ第二次世界大戦の前を指すことが多いが、欧米においては、その時期は、両世界大戦の間の時期という意味で戦艦期と呼ばれることも多い。 またしばしば戦争に至った体制という意味合いを伴うこともある。これは複数の主要国においてクーデターや過激な政治集団の台頭による全体主義体制が第二次世界大戦の引き金となったことを意識したものである。日本では単に戦前という場合、通常は真珠湾攻撃に始まる太平洋戦争勃発前の時代を指すことが多い。また、 日中戦争に始まる大東亜戦争とすることもある。これらの場合、戦前は、政党政治の終焉となった、犬飼武史首相暗殺事件に始まると見るのが、一般的である。時に、明治、大正期、大東亜戦争中や太平洋戦争中を含めた、明治元年9月から1945年8月15日までの間を、抗議の解釈で、戦前と扱う例もあるが、 これは戦後を強調する際、便宜的に用いられるに過ぎない。年代、または文脈に応じて日清戦争、日露戦争、及び第一次世界大戦などの前の期間を指して戦前と呼ぶこともあるが、これらの期間は、例えば日露戦争前のように戦争を明示することが多い。軍事と国際関係1932年3月、関東軍の下で、 満州国建国宣言。帝国政府は満州国を認めず、協調外交継続を模索するも、首相暗殺事件により、同年9月満州国承認。翌1933年3月、国際連盟脱退。帝国政府が協調外交継続を模索する一方で、国内では、対中、対米英会戦論が高まり、海戦を煽る、マスコミ報道も加熱していた。 1937年7月日中改戦。11月日、独伊三国防協協定成立。日、万、花による、共同防協を目指す党は新秩序声明発表。1940年日、独伊三国同盟調印。1941年12月台米英戦線布告。軍事に関しては、おおむね、昭和十年代初めの平時編成として、 陸軍は内地が東部、中部、西部に区分されて、それぞれの地域に防衛司令部が設置され、また内地に14個士団と北海道に1個士団が配備されていた。朝鮮には朝鮮軍司令部と2個士団が、台湾には台湾軍司令部と台湾守備隊が、関東州、満州には関東軍司令部と関東軍守備隊が置かれている。海軍は 平時編成ではまず感染を現役艦と予備艦に分け、現役艦をもって第一艦隊と第二艦隊から構成される連合艦隊、または警備艦として陳樹府に所属した。アメリカ合衆国では建国以降多くの戦争に関与していることから、単なる戦争前、戦争後は用いない。単に戦前と呼ぶ例は南北戦争前、または 南北戦争以前の時代をラテン語でアンテベラムと呼ぶ例がある。また、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の時代を指して戦艦と呼ぶ使い方もある。ありがとうございます。